はい、どうも、小橋です。さあ、今日はですね、こちらですね。さあ、現在、イベントをやっておりますね。ポロ、ラルフローレンカップ。ですがね、こちらにね、豪華プレゼントが抽選で当たる、プレゼントキャンペーンも開催ってことでね。うん、ゴルフボールであったりとかね、まあ、ゴルフやる方にはね、おすすめのヘッドカバーであったりとか、うん、ポーチとかもありますね。うん、43名様っていうところでね、小橋も一回ね、なんかこういうキャンペーン久しぶりな気がするんですけど、あ、そうでもないからやってなかっただけかな。一回だけね、当たったことありますね。さあ、で、今回の応募方法はツイッターっていうことでね、でね、あるね、お方から、小橋さん、小橋さん、ツイッターの投稿の方法を教えてください。ね、もちろんね、いろんな年齢層の方がね、いらっしゃると思うんですけどね、見頃場にはね。で、バックアップ用でツイッターは持ってるけど、やったことがないっていうね、方もいらっしゃると思うので、今回ちょっと、小橋やってみたいと思います。うまくいくかな、動画で。はい、で、こちらがね、ポロラルフローレンカップ、開催記念っていうところのね、ミンゴルの公式アカウントがね、ツイートされた内容なんですけど、やり方が、ミンゴル公式ツイッターをフォロー。まあ、これはできてますね、小橋。フォローの仕方は大丈夫ですかね。ミンゴルの公式の、ここの今、フォロー中ってなってるところをフォローすることですね。はい。で、タイアップアイテム、ビッグポニーポロシャツを、着用し、スクリーンショットを撮影。なるほど、なるほど、なるほど。はい。で、さらにハッシュタグで、ポロラルフローレンと、ミンゴルと、プレイしてビッグポニーポロシャツをゲット。あ、覚えられるかな ツイートするっていうところ、ですね。はい。なるほど、なるほど。あ、これは、返信ツイートじゃなくていいっていうことかな？いうことですよね。普通に、返信ツイートじゃなくていいんですよね。だから、ここにツイートしなくてもいいということで、ツイートされてる方は今12件いらっしゃると思うんですけど、あ、とりあえずまずポロシャツを着ないとですね。はい、っていうところでね、今このね、ポロラルフローレンのね、ウェアを着た状態で、ここをね、ウェアを着てプレイをしているところをスクショっていうところでね、まあ、このね、ぐったりしてるところを、はい、スクショします。で、いいんですよね、おそらくね。うん。で、やりました。これ、何度もちょっと確認なんですけどね、間違ってたらね、本当申し訳ないんでね、これ返信先じゃなくていいんですよね。ミンゴル公式アカウントをフォローしていて、投稿すればいいんですよね。なので、普通に、これは今、公式アカウント、ここのね、ここのプラスを押します。で、ツイートをね、一旦押すの方が分かりやすいのか。あ、これでも、そっか、この場面だと返信になっちゃうのか。え、お母さんと一緒のあつこお姉さん卒業なんだ。いやー、うちの息子が大変お世話になりましたからね。まあ、寂しいもんですね。さあ、気を取り直してツイッ
としてですね、ここにねツイートを打つとね機種によったりすると思うんですけどね、すぐにね再縮小したね写真が出るところもあることもありますし、左のねこの画像の選択のところからね選ぶこともできますね。で、まず画像、欲しい画像をねポチッとします。となるとここにね出るのでね、でハッシュタグを、打ちます。ハッシュタグは、半角のシャープですね、半角のシャープを打ちます。半角のシャープですね。でホロラルフローレンですね。150ラルフローレンできますね。とミンゴルですね。とあと何でしたっけすぐ忘れる。あと何でしたっけ。すいません、撮影がねうまくいってなかったんですけど、ポロラルフローレンとね、ハッシュタグミンゴルと同じくハッシュタグプレイしてビッグポニーポロシャツをゲットですね。この3つでプレイしてぐらいまで打つとね、もうねビッグポニーポロシャツをゲットっていうのがね皆さん投稿されてね、予測ツイッターの予測変換出てきたので、それポチって押せばね、行きましたね。あと個人的によろしくお願いしますっていう風に打ちました。っていうところで、投稿は完了、当たればいいなっていうところですね。ただね、ここね、注意点が1個あります。このね、ハッシュタグつけることで、例えばミンゴル、ハッシュタグミンゴルとか、ハッシュタグポロラルフローレンとかね、ハッシュタグプレイしてビッグポニーポロシャツをゲットっていうところをね、押すと、その投稿が、皆さん見れるんですね。私の投稿も、フォロワーとか関係なく、この、ハッシュタグミンゴルを、検索っていうかね、した人全員に見ることが、できます。ただそれを、自分がフォローしているアカウントしか見れない設定が必ずあります。非表示っていう風にするらしいんですけどね。ちょっとそこは先に、そうしてほしくないという方は、ツイッターの、設定画面から確実にできる。本当に申し訳ないですが、よかったら Google 先生とかに聞いて、やってみてください。はい。そうしてから投稿すれば、本名アカウントかなんかでやっている Twitter を、でも投稿ができると思いますし、あとはね、正直自分のことはそんなに広まってほしくないっていう方も投稿できると思うので、ぜひともやってみてください。はい、こんな感じでした。すみません、途中で投稿の仕方ミスってしまいまして、わからないことがあったら、Twitter でも、YouTube のコメントでも連絡ください。以上、小橋でした。